これは神どこ猛虎の儀式だろうか。この染め猛虎のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。侍、大鷹様が呼んでる。サラーボルダンジャラーボルダンジャラーボルダンジャラーヘンデンジャラー。あの郷で仲間を鼓舞しておる。樹脂の力で犠牲が上がった。フラリッツェン。ゲドーメが民を苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが主上のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの。わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの、
猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ、かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。境砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い、そら。ソラ、ソラ、馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。出口はどこだ？よし、うまくいった。赤い砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして空、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。